パンチパンダのほろよいトーク、ということで今回は赤リンゴ、久々ですね、ほろよいトーク。夏前だね。夏にねやろうと思ってたんだけど、なかなかねできなくてというか、なんかちょっと違うんじゃないかなって思ってほろよいトーク避けてた部分はあるんだけども、ちょっとね溜まってきたんで、溜まってきたってあっちじゃないけど溜まってきたんで、ちょっとねやっぱ YouTube やってて、思うこととかね、なんか行き詰まったりとかもあるんで、そういうことをちょっと今回はね話していこうかなと。あとはなんか最近あった出来事とかもちょっとね、ほろ酔いトークで発散できればいいなということで、結構ね長丁場になる動画なんで、なんか短い動画が好きだっていう人はそっちの方を見てもらって、で今回は本当にもうグダグダーっとパンチパンダがなん、本音でね、みんなとねいろいろねぶつかっていけたらいいなと思います。ということでほろよい赤リンゴ開けていきましょう。なんかすっげえもう垂れてるけど、はい、乾杯そんなことやってたっけ、やってなかったような気がするんだけど、はい、ということでいただきます。リンゴ、赤リンゴってあるけどリンゴとどう違うのかな。青リンゴってな、青リンゴって食べたことないんだけど、青リンゴって美味しいの？青リンゴって何？赤リンゴのちょっと前のやつ、それとも品種が違うのかな。そこら辺はちゃんとねみんなはねググってください。パンチパンダは想像でお任せしますということで、そうだな、何話そうかな久々です。この服ね今日買いました。すごい見る人によってはダサいと思うような真っ黄色の服、結構ね結構派手な服が好きなんで、ピカ様とおそろっちです。あとね最近ねニキビがねまたひどくて、ちょっとねだね。あとそう最近の顔の悩みか、ここら辺の悩みといったら髪がね伸びて、でなんか髪が伸びたら前髪の分け方っていうのがちょっとね変わってくるんだよね。髪が伸びたなっていうことで前髪どこで分けようかなっていうしょうもない悩みなんだけど、そういう悩みがあるよね。お疲れです。パンチパンダさんね、普段ね室内ではこのマイク使ってるんだけど今使ってないんだよね。なんか今はデジタルカメラ、一眼レフカメラは使ってなくて普通にビデオカメラでやってるんで、マイク、こんな感じで写真じゃない、こんな感じで動画撮ってるんで、なんかこれねセッティングするのねいちいちめんどくさいのよ意外と。だからこっちの方が楽だなと思って、画質というかなんかちょっと色合いはビデオカメラちょっとねデジタルカメラよりかは変かもしれないんだけれども、これでも十分やっていけるというか、これでも普通にね撮れるんだよね。パンチパンダさん半年以上やこのねビデオカメラ使ってたけど全然撮れる、余裕で撮れる、結構綺麗だもん。ということでそっちのカメラで撮ってるよっていうような感じで、あとね雨がひどい、ずーっと雨降ってるから、なんかねあまり外にも出たくないような気分だし、濡れるもんね。パンチパンダさん走りたいんだけども、なかなかねそのね走りたい衝動とは裏腹にちょっとね雨が降ってるからなかなかね走れないということで座高を下げました
ということで、なんだっけな、ホロ酔いトーク何話せばいいのかな。まあ、最近あった話か。最近ね、まあ、パンチパンダさん、朝だからそう走りたいなって思って時々走ってるんだけど、先週ぐらいに、まあ、朝走ろうって思って玄関開けたの、朝の7時ぐらいか、朝の7時ぐらいに家のね玄関を開けたと。開けたら玄関の前にでっかいクモの巣があって、うわ気持ち悪いって思いながらも下をねかいくぐって出たので、でもやっぱり家帰る時もやっぱそのクモの巣あるなって思って、そのクモの巣をどうにかしなきゃいけないと思ったから、公園にある木の棒を拾って、ですね、そうそうそう、だから公園にある木の棒を拾って、まあ、家の玄関まで行って、そのクモの巣をくるくるくるって巻いて、草のね生えてるところにポンって置いたので、それが午前中だったので、午後の夕方か、夕方の4時ぐらいにまた家出て、あ、さっきのクモどうなっただろうなって思ってパッて見たら、さっきのクモはその木の棒に新しいクモの巣を作って、トンボはちょっと一休みしていたっていう、ちょっとのほほんとしたお話でした。はい、そういう最近でした。視聴回数が伸びない視聴回数が伸びないのよ。底辺の人ってどうやってチャンネル登録者を増やすのかって言ったら、やっぱり再生されなきゃいけないと。もう知名度も何もないんだから、サムネとかタイトルで釣って、そうだね、新しい新規のお客さんを増やして、どうですかこの動画、僕面白いでしょって、まあ、みんなにね発表して、そういうのはやっぱりみんながみんな評価してくれるってわけじゃないから、やっぱり新参者とか特に低評価つくから、まあ、いっぱい低評価はつくんだけども、それの中でもやっぱり自分のことを評価してくれるっていう人がチャンネル登録してくれると思うんだよ。だからやっぱりパンチパンダさんも今160人ぐらいのチャンネル登録者数だけども、毎回毎回出すたんび新しい動画全部そのチャンネル登録者数よりも上に行かなきゃ、再生回数が上に行かなきゃ、新しい新規のお客さん、パンチパンダさんの動画を見てくれる、なんか髪うるさいな、パンチパンダさんの動画を初めて見たっていうような人を増やさなければいけないんだけどね、パンチパンダさんはね再生回数がね30とか30ぐらいか、30ぐらいで少ないからね、なかなかね、まあ、再生回数も増えないし、それに伴って登録者も増えないということで、なかなかちょっと苦戦してんだよね最近本当に。やっぱりサムネとタイトルをちょっとねもうちょっと工夫しなきゃいけないなということで、まあただ盛りたくないんだよね、なんか釣り動画は作りたくないって思ってて、まあ、釣り動画というか釣りタイトルかな、釣りタイトル、釣りサムネ画像で、なんかみんなのさ期待をさ高めて、結局動画を見たら、あ、なんだこんなもんかって思われたくないから、あまりねサムネも盛らないし、なんならタイトルも盛らないっていうような感じの、まあ、感じでやってきたわけよ。それがこの状態この状態というか、まあ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 、でもそれでもまあよくやってる方だけど、ただねなかなか伸びないなということで、最近ちょっと悩んでます。はい、サムネとタイトルに力を入れてないというか、まあ、今までそんなにね制作時間もそういう動画本体に比べたら全然ね力の入れようも違くて、やっぱり動画作ってんだったら動画作る時間に結構な時間を割きたいって思ってたんだけども、ぶっちゃけさ、なんか動画見るにしてもさ、やっぱりサムネとタイトルによっては視聴回数変わるってなったら、そっちも力入れなきゃいけないなと。なんか本で言うと表紙ですよ、表紙とか本のタイトルにやっぱりみんなが興味を引くようなものを作らなければならないなと。なんだろうな、もう時間かけて作った動画は
たくさんの人に見てもらいたいっていう気持ちはまああるよね。だからね、もうちょっとね、みんないろんな人に見てもらっていろんな人に評価されたいなっていう感じかな。だから自分らしい、なおかつみんなが興味を抱くようなそういう個性的なタイトルとか個性的なサムネでちょっと勝負していきたいなって思ってんだけども、なかなかねうまくいかないと。あと結構うまくいったなとか、結構自分にとってはなんだろうな、自分今まで作ったサムネ画像では結構ね、いい感じで作れたなって思ったサムネの画像がなかなかね、その動画が全然再生回数いかないって。最近で言うと眉毛の動画なんだけども、あの眉毛の動画のサムネ画像がすごい自分の中では気に入ってるんだけども、なかなかやっぱ再生されないから。で、分かってるんだよね、もう多分動画の途中の場面を、なおかつ見どころのところをの画像でそのままなんかタイトルで衝撃とか感動とかそういう方が多分見られやすいんだよね。なんだろうな、お店とかもそうじゃん。例えばパンチパンダさんの眉毛のねサムネ画像見た段階では何の動画かどういった動画かわからないじゃん。でやっぱりお店とかも本当にもう壁だけで窓とか何もなくて中が見えないっていうようなお店にはなかなか入りづらいじゃん。なんなら動画の途中を切り抜いた画像でなおかつ分かりやすい単語のあるサムネの動画の方が見たいじゃん。見たいというか入りやすいじゃん。なんなら窓ガラスで中が見えて、あ、ここはラーメン屋さんなんだとか、あ、ここは美容室なんだとか、そういうのが一目で分かるようなサムネというか、お店にはみんな入りやすいんだけども、だからね、そういうの分かっちゃいるんだけども、なんかちょっとそこで凝っちゃう凝っちゃうというか、なんか凝りたいんだよね。なんかね、サムネもちょっと工夫したいなって思っていろいろ手加えすぎて、そこがちょっとあだとなってるっていうのは自分では分かってるから、難しいんだよね。あとはタイトルに関しては全然分かんない。もうどういうタイトルがいいのかが全く分かんない。本当にそこでね苦戦してる最近。きついっすよ今。1000人行くまでがすごい大変で、1000人行くまでは1日に1人登録者増えたらいい方と、で1000人から1万人か1万人は平均3人とか4人ぐらいでチャンネル登録者数が増えていくらしいんだけども、だからそこまで行くのに大変、1000人行くのが大変。1000人行っても1500人ぐらいまでかな、1500人ぐらいまでが多分、1日1人増えたらいい方とかそんぐらいの感じらしいから、今きついかな。あとね、パンチパンダさんね、最近ですね、これを買ったんですよ、アマゾンで。1500円じゃないや、3000円か。3000円のブラウンの電動シェーバーっていうのかな、顎というか、ひげ剃るやつ。で、こういうシェーバーはパンチパンダさん初めて、生まれて初めて買ったんですよ。今までカミソリでひげを剃ってたんだけれども、なんかね、ひげ剃りとか、買ってなんかジェルみたいなやつ、あと泡のやつとか塗って剃ってたんだけども、これはなんか直でもうやれるから、多分泡とかそういうなんかね、肌を守るようなやつ塗った方がいいと思うんだけども、ただね、電動だとブーってやりやすいなって思ったから、これをね最近買ってみました、アマゾンで。で、概要欄にね、これのアマゾンのリンク貼っとくんで、もしよかったらおすすめです。はい、あごひげ全然生えないんだけども、ちょっとしか生えてないんだけども、ただね、いいよ。パンチパンダさんのね、なんかね、利益になるの、ここの概要欄のリンクからみんながね飛んでいって、でこれを買ってくれれば多分1%2%ぐらいの収益がもらえんのかな。なんかね、そういう設定をした、最近じゃないな、結構昔だけど
まあ多分ヒカキンさんとかそういう人たちは多分みんなやってるだろうけれども、なんかアナリティスクっていうのかな、なんだ忘れちゃったけど、あのパンチパンダのがアマゾンのリンクを貼ってなんかみんなに誘導しましたよみたいな、そういう紹介料みたいな感じで、なんかねちょっと何パーセントかもらえるらしいので、多分数百円もしないだろうけど、数十円、何円か、1円単位かもしれないけれども、とりあえずもしよかったらこれ買ってみてくださいっていうような宣伝でした。今何分ぐらい話したかな、もういいかもういいかってか眠くなっちゃったんだよね。まあただ結構まだあるんで、じゃあまあとりあえずなんだろうな、まあ締めに向けた話とかしましょうか。ホロ酔いトークの最後らへんはそうだな、なんかいい感じの話をするよねパンチパンダさんいい感じの、なんかもう終わりそうだなっていうような話をね、これから今から話したいなって思います。はい、なんだろうな、そうだな、まあ YouTube の話をすると、まあそうだね、もう1年経ったか、 YouTube を始めて1年がパンチパンダさん経ったんだけれども、まあ、パンチパンダさんは2016年の9月27日くらいからあの、まあ、このパンチパンダっていうチャンネルを、まあ、作ったんだけれども、それ以前からもう2ヶ月ぐらい前だから、夏前だから7月とかにはもう YouTube をやろうって決めてて、なんか7月ぐらいからあのアルバイト頑張って、で、まあ、お金貯めてこの今撮ってるビデオカメラを買って、でそこからスタートしたんですよねパンチパンダさん。9月終わりそうな感じの10月前の9月27日に、まあ、パンチパンダのチャンネルを作って、まあ、始めたと。でやっぱりなんで始めたのかっていうと、なんだろうな、やっぱまあパンチパンダのまあ人生というか、まあそういうのを変えたかったっていうのもあるし、なんかもうシンプルにパンチパンダが普段ね思いついたネタとかをまあこうやって動画としてまあ残せると。動画ってすごいなんか本当にもう写真とかよりも結構リアルじゃないですか。なんかそういうのを細かくデータとして残せるっていうのにすごい魅力を感じたし、しかもそれが10年後も20年後も30年後も多分見える、見ようと検索すれば探せばもう簡単に見られるっていうようなのがとてもすごいいいなって思ったんで、まあ動画始めようって思って、でやっぱりなんだろうな、 YouTube をやろうって思った時、思った瞬間にやっぱなんかね景色が変わったんだよねなんかよく言う言葉で言うと、なんか色がついたっていうか、なんかもう見る景色が綺麗に鮮やかになったっていう感じかな。なんか YouTube 始める前は本当にもうモノクロに見えてた世界が、なんかそういう自分の目標とか、あ、これがやりたいんだっていうのに、もう出会えてそれに向かって色々と取り組んでる瞬間にふって気づいたんだけども、なんかもう世界が変わったなっていうのが多分去年の2017年の7月ぐらいにふって気づいて、でそこからは本当にもう必死に一本一本動画ね作って、初めて作った動画がもう2週間ぐらいかかって、そっからもう多分丸1日かかっても作れなくて3日間ぐらいかかったりとかもして、でまあ一本一本多分最初の動画見たら分かると思うんだけども、初めは音声をちょっと変換してみたりとか、あとはなんか自分で描いた絵をなんかね動画に入れたりとか、そうだね、なんかスタンプみたいなそういう写真
スタンプみたいなそういうイラストを、まあ、動画の中に入れて、でなおかつそれを動かすとか、そういうのを一個一個ちょっと試してたりとかもして、うん、結構本当だからもう楽しかったですね、最初の頃は。で、まあ、だんだんやってきて、でふって気づいて登録者0人で再生回数も全然なくて、なんでこんなに自分はすごい頑張って動画作ってんのに誰も見てくれないんだとか、なんかそういうなんか勝手な考えとかもして、まあ本当にもう結構いろんな思いになって、いろんな壁にぶち当たったっていうような感じかな。なんかまあ今のところそんなにすごい過激なアンチなコメントとかはなかなかないんだけれども、ただ今までも多分3人ぐらいかな、なんかアンチの人がいて、パンチパンダさんの必ずもう動画出した瞬間にすぐ低評価つく、もう動画出した瞬間にすぐ低評価っていうようなのがまあ毎日続いたりとかもして、その時は最初はすごい落ち込んだけど、まあしょうがねえな、なんかまあね、すごい頑張って、意外とみんなが見えないところで結構ね力入れて頑張って動画作ってるのに、なんで評価してくれないんだ、なんでこの人が低評価つけるんだっていう思いもしたけど、ふと考えればみんなそうじゃん、多分どの動画にも低評価1個は必ずついてる。もうパンチパンダさんがすごいこの動画すごいいいなって思った動画にも絶対低評価ついてて、だからまあいろんな人がいて、いろんな感じ方をして、まあ不快に思う人もいて、まあ、自分のね作った動画をちょっとうざいなって思う人もいるのはしょうがないなとか、そういうことも学んだし、本当にもうだからいろんな人がいるなっていうような感じで、うん、まあだから結構大人になれたかなっていう感じかな。まあなんか学ばないとねやっていけなかったから、いろいろね吸収するものは吸収してきた。結構ね、1年で得られるものは得てきたかなっていうような感じで、割と勉強してきたかなって思います。動画のこと、 YouTube に動画を上げる、動画の上げ方も知らなかったし、動画の作り方っていうのも知らなかったし、あと YouTube での収益をもらうっていうのもわからなかったし、まあ収益全然ないんだけれどもね、本当にない、1万もない、5000円もない、全然ないよ1年で。時給にしたらいくらだよって思うかもしれないけど、本当にもうひどい本当にひどいけど、まあ今が下積みだっていう感じで、まあただ YouTube ね、パンチパンダさんが去年始めたんだけども、去年に比べてでもすぐ分かるんだけれども、厳しくなってるね、だから YouTuber っていう職業が多分なくなる可能性もあるんじゃないかなって考えた、まあそういう感じかな。だから YouTube、 本当に今から YouTuber 目指してるっていう人はちょっとね厳しいと思う、YouTuber っていう職業はねなんか不安定だしね、とりあえず動画上がったら審査されるから、最近は本当にもう収益なんだろうな、結構ね最近厳しいんだよ、いろいろとちょっと裏でね、まあ動画出してる側の人間は多分みんな気づいてるだろうけれども、結構ね厳しくなってきて、著作権の問題もそうだし、ちょっとタイトルにちょっとでも過激なこと、お尻とかそういう単語入れただけでももう引っかかるし、結構本当にもう厳しいと思います。からまあ今から YouTuber 目指してる人はあまりおすすめはできないかなって思うけれども、まあ夢のあるね職業なんで、始めてみてはどうなんでしょうか。パンチパンダさんは YouTuber ではないし、 YouTuber ではないというか、まあ動画投稿者って自分で名乗ってるっていうか、まあ職業としてねやってないから、趣味でやってるからだけども、まあ、なんならお小遣い稼ぎとしてちょっともらえればいいなって感じの趣味なんで、
YouTuber 目指す人は頑張ってください。っていう感じかな。最近はなんかね、100人行くまでの期間と200人行くまでの期間に比べると、多分0から100よりも100から200の方が結構すごい時間かかってて、きつい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 、マジできつい、しんどい、先が見えん。2000人なんかもう遥か彼方って感じがして、ちょっと壁にぶち当たってます今。ただほろ酔いトークで話す内容としては全部毎回毎回壁にぶち当たってるっていうようなことしか言ってないような気がするけど、結構ねきついよ。案外ちゃんと動画作ってる方の人間だと思うんだけれども、思ってるだけかな。なんかね、自分のね動画はね、面白いか面白くないのか客観的に見れないのよ。の恋愛と一緒だよ、本当に。もう他人の恋愛相談とかには乗れるのに、自分の、ね、恋愛になったわけが分かんなくなるのと一緒で、ね、自分のチャンネルはちゃんとコンサルティングできてないなっていうような感じかな。なんでだろうね、なんで自分のことになったら客観的に見れないのかな。もっと客観的に見れたら多分もっとうまくいくんだよ、スンって。ただね、やっぱり感情とかも入ってくるのかな。難しいな、そこら辺は。まあただ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 他の YouTuber さんとか見ててすごい思うことがあるんだけども、なんか4年目とか5年目ぐらいでなんか YouTube に動画を出すっていう面白みが分かってきてるの、みんな。それは本当にもうパンチパンダさん今言った客観的に見えてるんだけども、他の YouTuber さんをなんかね、すごい生き生きとした感じの動画をすごい作ってて、みんな、なんかもう実際に言ってる人もいて、なんか4年目だけれども今までやってきて一番なんか作りたい動画を作れてるっていうような人が結構たくさんいるから、まだまだパンチパンダ2年目だけども先は長いなと。でも最近すごい思ったのが、なんか1年前初めて動画を作った時、初めて作った動画をまあ見る機会があって、まあそれ企画として作ったんだけども、動画として。でもまあ見て思ったことが、1年前と今とじゃ全然作ってる動画のクオリティが自分の中では全然違うなと思って、まあ今の方が全然もっと良くなったなっていうのが、まあ自分の中で抱いた感想なんだけれども、そうなると1年後このペースで成長すると2年目の最後、3年目の直前ぐらいにはどうなってんのって思って、いやーただあんま変わんねえだろうなって思って。だからやっぱり最初の1年ってやっぱりすごい成長速度が速いんだなっていうのは感じた。本当にもうやっぱ学ぶことすごい多かったから、だから疲れたのかな。結構本当にもう疲れたよ、1年目は。ただ2年目も結構まあメンタル的な部分でまあ学ぶこと多いのかなっていうような感じですね。で3年目も多分売れなくて、4年目からがパンチパンダの勝負かなと自分の中で思ってるんだけども、4年目からもうちょっとね売名しようかな。売名も何もないか。まあただ2年目3年目は地道にまだまだね動画作っていきたいなって思います。でもしよかったら、なんか友達とかにちょっとパンチパンダっていう YouTuber 見てみたいな、そんな感じでちょっとシェアしてもらえると、もうパンチパンダね売名とかしないから今のところ
だからやっぱり皆さんのあのなんか口コミが結構パンチパンダさんの、まあ、登録者のね増加にも本当にも比例するから、ちょっとねあのこれを見てる人なんかちょっとパンチパンダの結構いい感じの2分とか3分ぐらいの見やすい動画を、ね、友達にちょっと LINE のタイムラインとかでシェアしていただけるとちょっとありがたいですねっていうような感じかな。うん、あとねそう最近のちょっと悩みがあの出そうかどうか迷ってる動画があるの。まあ、パンチパンダさん大学生になってからあの宗教団体というかまあそういうのに属してる、まあ、バイト先の先輩がいたんだけども、その人にね、まあ勧誘されてた時期があって、すごいしつこくで、すごいなんか悩んだ時期があったんだけども、それを動画にするかどうかが今ちょっと悩んでます。なんかあの宗教勧誘されてた時ってすっごい萎えてて、人間不信になってた時期でもあったんですよ、パンチパンダさん。でもまあそれを今乗り越えて、まあだからその体験談というか、まあそれに悩んでる人たちに向けた動画を作ろうかなって思ってるんだけれども、それってなんか結構やっぱりなんかちょっとね、その種まあ他のところにも関わらず、やっぱり宗教に属してる人からしたらどう捉えられるんだろうとかね、まあちょっとね配慮しなきゃいけないじゃんで、まあパンチパンダさんの友達もまあそういう宗教団体に入ってるんだけれども、まあだからなんだろうな、宗教団体が悪いとかではなくて、そういうなんかすごいしつこい勧誘はやめてほしいなっていうのはすごい思ってて、まあだからそういうのを動画にしようかなと多分すると思う。から近日1ヶ月以内に出すと思うんで、もしよかったら見てください。だけどちょっと悩んでますね、動画にするかどうかっていうので、まあそれがちょっと最近の悩みというか、まあ今日の悩みなんだけど、今日ちょっとその動画作ろうかなって思って、どうだろうなって思って、ね、まあ出すかどうか悩んでて、出すかどうかというか、まあ作るかどうか悩んでて、で、まあちょっと悩んでるんだけども、多分出すと思うんで、あの、大学生になったらね、そういうのはあるんで、あの、大学生が一番そういうなんか、勧誘されやすい時期なんで、まあただね悪くはないんだけどね宗教、まあ実際に友達入っててやっぱりちょっと心の拠り所にしてる部分もあるし、まあ、悪くはないんだけども、ただね、まあ無理な強要というか勧誘はちょっとやめていただきたいなっていう感じですと。動画を出すかもしれないな。パンチパンダさん多分ね下手くそなんだよ、いろいろなものに、下手だなって思います。なんか思ったことバンバン言っちゃうし、そうだな、なかなかねうまくいかないなって思います、この性格で。ということでパンチパンダでした。ちょっとね眠いんで、最後の一口飲んで、この動画を終わりにしたいなって思います。ということでおやすみなさい。じゃあね。